はい、皆様こんにちは。初めての 2D ホラーゲームをやってみます。第1弾はですね、魔女の家ですね。結構いただきました。これやってくださいと。いきましょう。初めからエンターかな。ほい。マウス使わないゲームは久しぶりですね。っていうか RPG スクールで作られたゲームをやるのがすっごい久しぶりですね。中学生とか高校生の時とかにやった記憶がありますけども、なんかパラレルなんとかっていう結構長編の RPG やった気がします。うん、なんかいますね。猫かな。よいしょ。気がついた？人間がこんなところにいると危ないよ。はい、セーブですね。はい、じゃあファイル1にセーブしましょう。いいのかな。そうですね。で、なんだったっけ。森の出口。もう出口に行こう。帰りましょう、もう。何これ。恐ろしく巨大なバラが道を塞いでいる。確かにね、このキャラクターの身長よりでかいバラですから。これは なんか光ってんな、あそこに。これはなんだ。こっちかな。錆びついた刃物が落ちている。お、持っていく。マチェット、マチェットですね。あのナタみたいなやつですね。メキシコのギャングというかマフィアの人とかがね、拷問で使いますね、マチェット。映画見すぎかな。マチェットで切れんのかな。アイテム使うのどうやってんだ。タブ違うな。 Z 違う。 X、 あ、 X か。X、 なるほどね。ちょっとキーボードで遊ぶゲーム久しぶりなので、どうやって指を置こうか迷いますね。持ち物、マチェット、草や枝を切るための刃物。錆びついていて汚い。使おう。バラを切る。おう、歯が立たない。そうか。じゃあ、なんか切れたかな。もう一回使ってみよう。おう、歯が立たない。ダメだ。あ、猫がいない。いなくなった。あ、猫の毛が落ちている。いましたよね。この木、あ、いけない。上行ってみますか。上なんだっけ。あ、まあ、魔女の家でしょうね。このゲーム的に。小さなバラが道を塞いでいる。またマチェットですね。バラを切る。あ、通れるようになった。あ、マジで壊れた。ボロ。行きましょう。ん、切り株があるまんまですね。あ、猫だ。あれ、どうしたの。てんてんてん丸。ふーん、花が出口を塞いじゃって出られないんだ。おいー入ってみたらどうせここから出られないんだし。そうですね。すーごい。あ、セーブポイントが。猫セーブポイントですね。この木なんかやばそうだな。いきなり入って大丈夫ですかね。 RPG とかね、こういうゲームとかだと大体周りを詮索するものですけど、あ、特にないですね。こっちもないですかね。別の通路とかがあったりしますからね。ないですね。入りましょう。はあ、まあこれタイトル的に魔女の家なんですよね、多分ね。暗い暗いぞ。あ、あー、なるほど。自分を中心にしてちょっと天井に見えるんですね、光が。うん、横はいけない。いけないね。ちょっとあれですね、始める前は 2D、 あ、なに、あ、動かなくなった。え、気のせい。 2D のホラーゲームそんな怖くないんじゃないかなと思いましたけども、結構怖いっすね。入りますよ。
よし帰ろう。セーブする。あれ、もう戻ってきちゃったの。戻ってくるわそりゃ。だって血がさ、他に入り口とかないですよね。ここ、この何、ろうそくみたいの。お、ろうそくの炎は怪しく揺らめいている。怪しくね。横とか行けないですもんね。ここ行くしかないんですよね多分ね。あ、何も反応しない。ちょっと避けていこう。これはなんだ。私の部屋までおいで。はあ、消えた。いや、面白そうだからついてきちゃった。ところで今どっから出てきたの？僕もそう思いました。セーブいっぱいできんなこれ。いけないですね。ただの真っ白な壁である。バラの花、バラの花。横行けるようになってんじゃないこれ。あ、ほら、何ここ、ハサミですよねあれね。持っていかない、怖いもん。何も入ってない。鍵がかかってる。なるほど。まあこんなもんかな。え、なんかちょっと画面カクつき、気のせいですかこれ。カクつきません？なんか、ああ。なんかどっかから時計の音は聞こえる。なにこれ、クマ？あ、テディベア。隙間がある。はい。これ何なんでしょうね。さっきも、あ、クマをカゴに。もう入っとるよ、クマ。クマをカゴに。もう入ってますけど。もうセーブしていいですか。え、なんかひ、え、こんな暗く、あ、そうか。超セーブしてきますね。時計か。ゴーンとか鳴るんでしょ突然。鳴らないね。ここは何でございましょう。ね、これ魔女の日記読む。私は病気だから誰も私と遊んでくれなかった。お父さんもお母さんも私を愛してくれなかった。かわいそうに。 OK、 明かりはつかない。バラの花いっぱい飾ってありますね。バラ。家が元の姿に戻るとき開く。開かない。あ、もう読めなくなっちゃった、さっきの。え、家が元の姿に戻るとき開くだけ。これはいけない。プレゼント調べてみましょう。お、テディベアがいる。ちょっと待って、何もしない。まず何もしない。まず何もしない。一緒だな。取るか。取った。手に入れた持ち物。テディ、あ、手紙持ってた。ポケットに入っていた便箋ない。これ読む。遊びに、ああ、遊びに行くのは構わないが、あまり森の奥には近づかないようにな。早く帰ってくるように。父より。なるほど。パパよりじゃないんですね。あ、じゃない。ティティベアをゲットした。大きなクマのぬいぐるみ。使えない。おう！落ちたね。なんかおせんべいとかが入ってそうなカンカンの音がしましたね。これ変わらないですね、特に。この時計超怖いですよね。絶対鳴るよね、ゴーンって。あ、鳴らない。このテディベアをここに入れんのかな。わずかに隙間がある。入れてみましょう。入れる。手
足が突っかかってカゴの中に入らない。なるほど、テディベア入れる、入らない。なるほど、なるほど、これは何もできないですね。セーブしようか、とりあえず。あー、ハサミあったな。そういうこと、そういうこと。ハサミありますね。持っていくのかな、これ。あら、あー、持ち出せそうにない。手紙を切ろうか、とりあえず。あ、できなかった。じゃあちょっとテディベアを細工するのかな。あー、クマの手足を切り落とす、マジか。いきまーす。あー、なんかやばそう。もうテディベアの胴体を手に入れた。取るそうだな。うわ、なにこれ。なんで血まみれのハサミになったんですか、これ。だってぬいぐるみでしょ。頭と体だけのテディベア、手足の切り口が赤くにじんでいる、なんでや。あ、やばい、これ怖いかも。セーブします。お、なになになに、なんか動いたでしょ、絶対。大丈夫、なんもなんない、変わってない。ドア開いたのか、違うな、タンスがなんかないっすね。何が動いたんだ今、猫ちゃん、違うね。いきますね。え、ここにやるの。あ、そうか、さっきのあれですね、テディベアの胴体を。なんで手足の切り口が赤くにじんでるんですか。何もしない、ダメか。カゴに入れる。あー、テディベアの胴体をカゴの中に押し込んだ。あー、鍵の開く音がした。あ、変わった、てんてんてん。2体のテディベアがカゴの中に入っている、入ってる、ある。よし、行こう。多分あっちの反対の部屋のドアが開いたんでしょうね。はい、今ね、クマ動いたね。ほら、これまた出たら動くんじゃない。あ、動かないの。あ、動かない。ちょっと調べてみます。調べてみますか。でもセーブしたいな。セーブしよう。だってあのあれに触ってなんかな。ああ、びっくりした。ちょっと待って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 。ああ、びっくりした。ん、なに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 。どっからだっけ。まだテディベア。ちょっと待った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 。なんかクマさん出てきましたね。あれ ?Z じゃないっけ、あれ ?X だっけ、あれ、カゴに入れる。入れました。で、鍵の開く音がしました。で、これがちょっと動きます。先に調べないとダメかな?位置が変わっている気がする。明らかに動き、あれ?これ開けなくなってる。え、ちょっと待って待って待って。あ、先にこっち行きますか?あ!何も
変わってないですよね。探索開かない。日記増えた。あー変わってない。プレゼント、時計調べましょうか。変わってないですね。え待てよ、だってそこに出たらあのクマさん出てくるわけでしょ。でここでバラが落ちます。あれ動かない。え一回だけ、あ通り過ぎたらなるのか。よっしゃくっけ。えこれ無理じゃないこれ。ええこれ無理じゃないこれ。あえなんか違う感じになった。なにこれ、消えた。え消えてこっちに先に行くのかな。違うね、まだ開いてないですもんね。ここに入れます。あれ X か、持ち物ティディベアの胴体を、あれそっち向いてなきゃダメか。テディベアの胴体をカゴに入れる、鍵の開く音がする、出る、ちょっと動く、ここも出る、あそこを通り過ぎたらこれが動く。で2歩ぐらい進んだらあれ来るんですよね。戻る、ちょん、ここまでは来ない、ここまでは来ない。帰る閉じ込められた。なるほど、あなるほどね、普通に避けるのか。なるほど、わかった。消える、あ消えない、なんだこれちょっとランダム要素あんのか。これ入れる、音がする、あ動く、出る、どうやって逃げればいいんだ。え、あそうかこれじゃない、こう来て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 、あ消えた。毎回ちょっと違うんですね、2パターンなのかな。ここに入れる、カゴに入れる、はい、で開く、でちょっと動く、出る、どうやってやるんだ。うわびっくりした来る来る来る、無理。えこれ無理でしょ。開けた、あちょちょちょ、使ってますね、次。あ斜め移動もできるんだ。ダッシュとかあんのかな、シフト、あーあダッシュできる、なるほどね、オッケー分かった。うわっくそくそ、おい、ダッシュ時間がなくなるとかはないよね、息切れするとかはないね。オッケー行こう、きますよ。はいはい。ちょっと待った。はい消えますね。もう慣れてきたこの辺。ちょっと待って。下手くそすぎないか。X 持ち物テディベアの胴体を入れる。鍵の開く音がする。ちょっと動く、出る。ここからですね。どうやって行けばいいんだ。行けばいいんだろう。やっべっべっべちょっと待て、難しいよもう。あ僕が下手すぎるだけなのかな。ここで使います、入れる、 OK OK、 どうね、
で、シフト。よし、来い。よし、来た。今すっげえ危なかったぞ。今すっげえ危な、これ戻っていいのかな。猫ちゃん、セーブしたい。戻ってみますよ。戻っていたとしてもすぐ戻ればいいからね。あ、出てこないんじゃないこれ。あ、来た。よっしょ。はい、というわけでちょっと1回目は第1回目はここで終わりにしておきましょう。ちょっとあれですね、 2D のホラーゲームを舐めてましたね。怖い、びっくり系がすごい。というわけで第2回に続きます。さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますのでぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。